はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル、春99です。今日ね、ご紹介したやつ、こちらはですね、フォックス・イン・ザ・フォレスト・デュエットですね。フォックス・イン・ザ・フォレストといえばですね、二人用トリックテイキングの代名詞ですね。トリックテイキング二人用ってすっごい少ないんですよね。そのフォックス・イン・ザ・フォレストがデュエットになって帰ってきた。つまりこれは協力ゲームだったんですね。非常にレアなジャンルの二人用トリックテイキングかつ協力ゲームということで、今日はこちら、フォックス・イン・ザ・フォレスト・デュエットをご紹介したいと思います。はい、このフォックス・イン・ザ・フォレスト・デュエットなんですけども、まあ、最初言いましたのでね、2人用のですね、協力型になってるんですね。まあ、どうなってるかって言いますと、こういった森のボードがありまして、これ A 面 B 面があって、難易度がそれぞれね違うことになってます。最初はこちらの A 面が推奨されてますけども、ここのところにこんな形で道沿いに、これ宝石なんですね。こちらね、こういう宝石になってるんですけども、これを全部協力して回収していきましょうと、こういうストーリーになってるんですね。で、この真ん中のところに現在位置がありまして、これが移動することによって移動した場所の宝石を回収すると、まあ、こんな形になるんですね。次のとこもし行けばこれも回収していってね、だんだんこう減ってくると、まあ、こういう仕掛けになってるんですね。で、これをどうやってじゃあ動くかというと、トリックテイキングだと言ってるので、こちらこっちにカードが緑、青、黄色の3スートですね。いわゆるトランプだとね4スートありますけど、これ3つしかないですね。黄色、青、緑、3つしかないですけど、3スートのカードがあるので、これを2人のプレイヤーに配って、結構余ります、このゲームだから全部は出てこないのでカウンティングできないです。全部配って一番上を表にして、これちょっと特殊なねカードですけどね、奇数は特殊能力あるんですけども、黄色が出てるんで黄色が切り札ですよっていうことになって、あとはね、本当トリックテイキングするだけなんですね。トリックテイキングシステムでは、こいつはマストフォローの切り札ありです。マストフォローっていうのはどういうことかっていうと、片っぽのプレイヤーが出した、例えば黄色を出したら、こっちのプレイヤーも黄色あれば絶対出さなくちゃいけませんよ。もし黄色が全くなければ何出してもいいです。これがマストフォローですよね。で、もしこっちのプレイヤーが緑を出して、マストフォローに従って緑を出したいなと思っても、緑がないですと、本当ないですという時に何を出してもいいんだけど、基本はじゃあ青を出すっていうと、こう数字が大きいは勝ちますけども、マストフォローのルールを破ったので勝てない。ただし切り札のこの黄色の色を出したんであれば、切り札が勝つ。こういうことですね。マストフォローの切り札ありってこういうことなんですけども、このトリックテイキングを2人でやるだけなんですね。出します。出します。6、9なんで、9勝ちました。じゃあ勝ったので、じゃあ次こっちから出します。緑の3です。じゃあ緑って、じゃあこっちは緑の8です。じゃあこっち勝ちました。ってね、もう本当に普通のトリックテイキングを2人きりでやるだけなんですが、ここをご覧ください。ほら。書いてるでしょ。ないやつもあるんですけどね。実はトリックの決算がついた時、これだったらこっちが勝つわけですけども、この2つ、2枚ね、絶対出てくるので、この2つの、これ足跡なんですね。これが移動距離を示していて、こっち側のプレイヤー勝ちました。合計移動力は4ですっていうと、1歩、2歩、3歩、4歩と、こう動くんですね。勝った方の側に、キツネは2人揃って動く。動いたところに宝石入れば取れると。で、次のトリックに行くので、次のトリックで例えば緑の2を出して緑の6を出しましたっていうと、合計の足跡が5だと言ってるので、1,2,3,4,5ってこっちに引っ張り返して宝石を獲得すると、こんな風にしていくゲームなんですね。なので一回一回トリックを勝つごとに、どちらかの方に動いたり、もちろん2人とも出したカードに足跡がついていなければその場に留まる。なぜ留まるかっていうと、こういうところ2個あるやつもあるので、留まってもう1個目を取るなんていうこともできるので、これを2人で考えながらトリックテイキングしてくださいねって、こういうシステムなんですね。で、このゲームはですね、非常に面白いと思う特徴は3つあります。1つは特殊カードです。さっき言いました、奇数には全部特殊能力がついています。数字によって決まってます。9は全部こういう能力とか、7はこういう能力って決まってます。これすいません、本来ここは英語です、私は日本語にしましたが、例えばこの7を出したら、これを出した時にお互いのプレイヤーは持ってる手札を交換していいんですね。交換するんです。1枚ずつ交換することによって情報を渡し合いしてるんですね。これをくれたっていうことは、次勝ったらこれで切れっていうことかなとか、これでフォローしてほしいんだっていう、これ喋れないんでね、これね、作戦全部ね、手札交換して相談することできませんから、こういう
交換することによってお互いの手札の情報を入れ合うとか、あるいはこの3番を出したら手札にあるカードと、これ切り札ですね、さっき出てきたね、これ切り札を交換していいなんてカードもあるんですね。これどういう意味かっていうと、これを取りますっていうことは相手の人に見えてますよね。私緑の8を手札に入れましたよっていうサインを送って、切り札青に変えましたよ、わかりますよねこの意味はっていう、ここから出てくる、ここにあったものが入るっていうことで、お互いにシグナルを送り合うと、こういう特殊効果があるんですね。つまり運で単純に努力提携をプレイするのではなくて、シグナルを送り返るカードがあるとか、あるいはさっきのこの9のカードを出すときにはマストフォローを無視してもいいです、こっちの人は何を出してもいいですと、手札にあるやつを何を出してもよくて、じゃあ負けるけどこれだったらぴったり3マス動けるよねみたいなことをお互い考えましょうということがあって、これの特殊能力のカードはいわゆる協力ゲームなので、お互いに情報を送り合う、今回は負けた方に動かしてもいいとか、ここを都合よく動かせるなんてのがあって、ここの 1,3,5,7,9 のカードにそれぞれ隠されている特殊能力がこのゲーム非常に面白くしてるんですね。1回目プレイするときはこのゲームさっぱり読めないと思うんですけども、2回目3回目プレイしていくと、あ、分かった、これ今くれたっていうことはやばいな、次出ちゃうんだなとかあるんだ、これ勝ちすると出ちゃうんですね。出ちゃうとどうなるかっていうと、真ん中に戻されてこれ1こっち縮んで森短くなるんですね。ここもうなくなっちゃう、これが一定個数なくなると負けです。なのであんまりこれオーバーしてもダメなんですね。なのでこの辺に来ると、あ、勝ってしまった、次こっちのプレイヤー勝って引っ張ってくれないとやばいななんていう時に、これちょっと出しといて、大きい9のカードはここに捨ててちっちゃい2を取りましたよっていうことをアピールしとこうみたいなね、こういう作戦も取れるので、プレイそのものはマストフォローの切り札ありですよね。出した色と同じのがあれば出さなくちゃいけない、出した色と同じのがなければ何を出してもいい、だけどその出した方に切り札と同じ色合いであればそっちの方が強いっていうね、いわゆる非常に努力的なオーソドックスなんですけども、出したことの勝った結果によって2人のカードのこの足跡分だけ移動する、移動したところに宝石があれば取れる、オーバーしてしまったらリセットで真ん中に戻って森が短くなる、もっとオーバーしやすくなりますよね。こういうところをせぎめぎ合いながらプレイすると、一回この手札が全部枯渇したら第2ラウンド行きます。第2ラウンド行くとまた宝石が一定数補充されて道も短くなるっていうことが起きるんですけども、3ラウンド以内にこれを全部宝石を回収できればプレイヤーの勝ち、途中でこのオーバーしたところの塞ぐやつが全部使い切って次置くときになければプレイヤーの負け、もちろん3ラウンド終わっても回収できてないわけは怠けということになっとるんですが、いやこれはいいですね。完全にカウンティングできないですね。最初言いました通り、この総枚数よりかなりの枚数が使わなくてのけられてしまうので、お互いに配って1枚、まあ切り札出てるわけなんですけども、だから全部はカウンティングしても出ないんですよね。わかんないんですよね。それなりの数がここに出てるので、お互いのカードを完全に見切ることはできないですね。だって全部配ったら自分に持ってるの絶対って持ってますからね。それすめちゃめちゃ簡単なゲームになっちゃうので、読み切れないという中で、13579の特殊能力を利用しながら、うまくやりたい。ただしマストフォローのルールがあるから、ちまった、今7出したくないけど青これしかないわなんて出ちゃうんですよね。ここのところを楽しむのが、いやこのねフォークス・イン・ザ・フォレスト・デュエット、なかなかいいんじゃないかなと思いました。はい、というわけでですね、フォークス・イン・ザ・フォレスト・デュエットですね、お届けいたしました。まあね、アートワークもね全体的にね、まあ綺麗な感じにこう仕上がっていて、やっぱりこのねフォックス・ザ・フォレストね、いい感じに仕上がってますね。実はね最初のねフォックス・ザ・フォレストの2人用のね対戦型のいわゆるトリックゲームとこれデュエットね、作者は違うんですね、デザイナーは違うんですけども、アートワークをうまく揃えてやったりして世界観をうまく調整していることによって連作のイメージを出してるっていうところもね、なかなか憎い感じですね。でやっぱり2人用のトリックテイキングってもそもそも少ないんですよね。でかつ協力ゲームってもっと少ないですよね。もうほとんど私も知らないので、いやこれはいい感じ、しかも割とねしっかりトリックテイキングしてる感じになるんですよね。あー、これそのカード出たんか、これどっち、さっきこれだったからこれかとかいうのを、でも指標はね見えてるんですよね。ここのどこの取りたいか、宝石を取りたいか、オーバーしちゃダメってお互いの指標は見えてるので、この指標をお互いのヒントとしながらカードを切り合いしていく、協力ゲームなんだから騙しも引っ掛けもない、こうしようこうしようっていう感じが
分かってくる。1回目のプレイヤーはちょっと分からんと思います。2回目3回目って繰り返していくと分かる。そして A 面だと簡単すぎるなと思ったら B 面にしていく。さっきの森の短くなるトークンも4個あるんですけど3個にしてもいいなんていう難易度調整もここにちゃんと入っているので、一つこれね試してみてもねいいんじゃないかなと思います。2020年のこれ2月上旬現在ですね、まだ国内流通をほとんどしていないようですが、米国アマゾン中心ですね、まあ、海外でも普通に買えるようになっていますので、ルールもね大したことありませんので、一度ですねチャレンジしてみるのも面白いかなというふうに思います。はい、というわけでですね、2人用のね協力がトリックテイキングになりました。 The Fox in the Forest デュエットをご紹介いたしました。ザゲームチャンネルの九州でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。